ではただいまから次回分を行います。なお本日のプランなんですけれども、おおむね2時間を条件に考えておりますので、ご協力のほどよろしくお願いします。それではまず次から、はい、改めまして皆様、お集まりいただきありがとうございました。本日は先日可決されました県議会の不信任決議案に対する、私の対応について、ご説明させていただく機会です。この間、大変私自身も思い悩んできました。これはやっぱり県政にとっても大きな判断です。そんな中で今日、決断をさせていただきました。結論から言いますと、今回の信任決議案を受けて議会の解散はせず、30日付で失職をする、そして、次期知事選において、出直し選挙に臨ませていただくということを決めましたので、その旨をご説明させていただきたいと思います。3年前に知事に就任しました。大きな県民の85万票ですね、という負託をいただきまして、あの時、沿道にいる多くの方々が手を振っていただいて頑張れという声をいただいたのを今でも記憶しています。新しい県政を作ってほしい、20年間続いた前知事の後にやっぱり新しい兵庫県を変えていってほしい、刷新していってほしいという思いを受けました。この大きな私を不徳を受けて、まずはコロナ対応を含めて、全力で2年間ほどやってきました。そんな中で、いろんな改革もやってきました。これまでも述べさせていただいている通りですけど、まず自らの給与退職金をそれぞれカットをしまして、それから批判が大きかった公用車のセンチュリーのリースを大幅に見直しさせていただいたというところです。自らの身を処するという形で進めさせていただく中で、いろんな県政の改革を進めてきました。やはり一番最初に入って思ったのが、いろんなですね、やっぱり箱物行政というものが進みつつあるということでした。象徴的なのは県庁舎の整備ということで、当時の試算で700億でした。今の物価高騰だって1000億を超えているということになりましたので、これはやはり県民の皆さんの理解が得られないのではないかということで、一旦立ち止まるということをさせていただいたということです。それ以外にも、県職員の65歳以上の OB の天下りを廃止したりとか、あとは海外事務所、これは全国でもトップクラスの数ですね、5つほどありまして、こんな県はなかなか他にはないので、やっぱり多い海外事務所っていうのは減らさなきゃいけない。これは人件費もかかりますし、多くのコストがかかるわけです。それに見合った成果が出てるのかどうかということを議論する中で、やはり数を減らしてより効率的にやっていこうということをしてきました。それ以外にも大型アリーナであったりとか、いろんな芸術家の方とタイアップした箱物ですね、こういったものも年間数億円のやっぱりコスト、赤字が出るということで、いろいろこうストップをしてきたということです。本当に大きな反発がありました。これは県議会からもそうですけど、おそらく職員の皆さんからもあったと思います。そんな中でもやはり行財政改革をしっかりやっていくということが、私が与えられた新しい県政のスタートだということでやらせていただいたということです。その成果、行財政改革の成果と、あとは税収も伸びているという中で、県の財政調整基金が30年ぶりに今回100億を超えて約130億ということになりました。県政改革の大きな礎で一歩が出てきたと思います。私が知事に就任する前、コロナ対応で私は大阪にいましたけど、その時に中小企業向け、飲食店向けの支援金がですね、大阪はかなり多くの財政調整基金があったので、単独でできたという中で、兵庫県はそこが貯金がなかったので、国の交付金を待って対応するということで、対応の差が出たということを私はすごく痛感してましたので、例えば行財政改革、それから税収の伸びをしっかり捉えて、県の貯金の残高をやっぱり少なくとも100億までは増やすということは私は目標としてきました。それが達成できましたので、これから災害であったりとか、新たなコロナのような感染症、急を要するときに、
早くスピード感を持って、いろんな事業の財政出動ができるようなそんな体制ができたというふうに私は思っています。まあ、そうしていろんな行財政改革をやる中で県立大学の授業料無償化、不妊治療の支援、県立高校の部活などの応援ですね、まあ、そういったことをしてきました。まあ、県立高校で言いますと実は予算があんまりいてなくて令和2年度です決算ですけども県立高校1校あたりの予算が全国46位というほぼ最下位の状況でした。まあ、言ってみますとやはり古くなった備品ですね、古くなった部活の用具とか、まあ、そういったことを OB の皆さんの寄付をいただきながらやりくりしているというような現状を見ましたので、実はそこはしっかりやっぱり県の予算を未来の子どもたちのために投資していくべきだということで、まあ、5年間で約300億円のクーラーや体育館の空調ですね、それから部活動の応援といったいろんなこう子どもを応援する予算に振り向けさせていただいたということです。まあ、この間いろんな改革を進めていく中で確かにいろんな反発もあったと思いますけども、これはやはりこれまでの既得権それからしがらみから脱して県民本位の県民の皆さんそして未来の子どもたちのために直接響く直接届くような予算をどんどんやっていきたいという私の思いでやってきたというのがこの3年間でした。今回の文書問題について本当に今の状況を招いたこと県民の皆さんに改めて心からお詫びを申し上げたいと思います。私もやはりまだまだ至らないところ未熟なところがたくさんあったと思います。まあ、一連の3月の20日頃からこの間6ヶ月間本当に県政がある意味混乱してたということはやはり認めざるを得ないというふうに思います。これは一つにやはり文書問題が発覚してから、まあ、一つ一つ対応は私としては積み重ねてきましたけども、まあ、結果としてこのような状況になっているということはやはり私の力不足であったりとか、まあ、至らなさがあったということだと思います。まあ、ここは本当に改めて反省したいですし県民の皆さんにもお詫びを申し上げたいと思います。一つ一つの対応は法的にもそして適切にもやってきたという思いは今も変わりません。ただ結果としてこういう状況を招いているということは私としてもしっかり受け止めていかなきゃいけないというふうに思っています。ですがやはり改革というものはこれからも進めていきたいという強い思いがあります。県がこれまでやってきた森林行政それから地域の開発などいわゆる負の遺産というものが1000億以上の借金がですね実はあるということが就任後分かりました。まあ、これをしっかり見える化して、返済の道筋をしっかりつけていくということもようやくできました。まだまだ事業や予算の無駄やそういったものを見直していかなければなりません。そうして得られた財源をさらに県民の皆さん特に未来の子どもたちに投資をしていくとそういったことが私は本当に大事だと少子高齢化過疎化が進む兵庫の中でやっぱり子どもたちに対する投資ですね子どもたちをもっともっと応援しよう留学を行きたい高校生がいれば応援していくそういったことをどん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 やっていきたいという思いが私にまだまだあります。改革を止めるわけにはいかない若い世代への投資をやっぱり続けていくべきだそういった思いから私はやはり知事の仕事をまだまだ続けさせていただきたいという思いがありまして、まあ、今回、辞職ではなく失職ということになりますけども、出直していきたいというふうに考えています。斉藤県政に対して多くのご批判そして、質問もあるかと思いますけども、まあ、そういったことはやはり私自身が至らなかった力不足だったということは本当にあると思います。だけども私はやっぱりこの兵庫県が大好きです。まあ、3年間いろんなところを回らさせていただいて行く先々で、いろんな世代の方ですね、まあ、それからいろんなことやってる方おじいさんおばあさん子どもたち含めてみんながやっぱり頑張ってる姿を見まして、まあ、この兵庫県本当に広い兵庫県です。540万人の皆さんが住んでおられる県です。
これをもっともっと良くしていきたい。日本全体は本当に厳しい少子高齢化、過疎化、人口減少社会ですけども、そんな中でも自分の力を尽くしてこれまで3年間やってきましたので、これをこれからもぜひ続けさせていただきたいというふうに思っています。30日続けて失職になりますけども、これまでの3年間私としては悔いなく仕事をさせていただいたというつもりです。ぜひ今回の私の判断についての県民の皆さんのご理解、そして、お力をですね、またぜひ与えていただければありがたいというふうに思っています。以上です。それでは質問をします。まずは幹事社の朝日新聞です。はい、幹事社の朝日新聞島木です。よろしくお願いします。座っていただいて、はい、それではよろしくお願いいたします。今回、選ばれたのは、失職して出直し知事選に出られるということです。最初に議会を解散しないでというお話ありました。議会を解散しなかったこの選択の理由をまず教えてください。議会の解散というのは私の中では今から言います、最初からなかったということですね。やはり今回の問題というのはやっぱり私のこれまでの対応とか、そういったところがいろんな問題視おかしいということありますので、やっぱりこれは私がやっぱり自ら真をやっぱこう問うということが大事だと思っています。そういった問題ありながらもやっぱり改革に向けてまだまだ仕事を続けさせていただきたいということです。それから議会の方からも指摘もありましたけど、やはり4月の統一選挙で、今県議会は選挙という形になっています。震災後ずれてたのを、ようやくこの4月の統一選に合うようにしてきたということがありまして、これはやはり今回の件でそこをまたずらすということになっては、やっぱり議員の皆さんのこれまでのご努力をやっぱり無駄にしてしまうという可能性も多いので、そういった意味で議会の選択肢というのはないということでした。そうすると非常に悩んでいるとおっしゃられていましたけど、悩んでいるのはそれは、知事選に出られるか出ないかということを悩んでいたのか、何を悩まれていたのでしょうか。やはり出直しに出させていただくか、そこが大きなところでしたね。決断されたのはいつですか。昨日の朝ですね。昨日ぶら下がりやらせていただいたときに、終わった後に高校生が私のところに来られて、手紙を渡していただいたんですね。で、お叱りの手紙かなと最初はちょっと思ったんですけど、部屋に帰って読んだら、今でも見るとちょっとこう感情的になることもあるんですけど、辞めないでほしいと、知事のやってこられたことというものが高校生にとっても響いてる面があったということで、知事の置かれている状況は、皆さん、マスコミの皆さん目の前にいるのをしてあれですけど、マスコミの皆さんからのやっぱりこう批判とか、すごいものがあるけども、世間も厳しい目で見てるかもしれないけど、やっぱり私としては、その彼としては負けないで屈しないで未来のためにですね、頑張ってほしいというお手紙をいただきまして、こういう状況でもそういった高校生が私に対して
エールをわざわざ届けてくれましたので、そこはすごく グッときたというかですね、はい、それがやっぱりまだまだこんな自分でも期待してくれる人がいるんだということを受け取ったのが選挙はちょっと大変だと思うんですけど頑張ってみようというふうに覚悟を決めたことになりました。ありがとうございます。すごくこれまでの朝のぶら下がりでもすごく悩んでいるとか苦しいとかですねいう胸の内を明かされていらっしゃいましたけど、不信任決議が成立してから1週間ですねどんなことを考えてお過ごしになってこられたんでしょうか。